定めたよ。これで決める。お、違う、あれはナイトビーストじゃない。あれは肉まんまだ。どうしてこんなところに。毅然逃亡してしまった自分を許すことできないよ。私、なぜか肉まん豚が近くにあると心が乱れてしまうの。これは弱点かもしれない。このままじゃみんなの盾になれないよ。キャプテン、お願い、私強くなりたい。というわけで、シオンに借りた肉まん豚。やっぱり少し怖い。まずは信頼関係を作ることから。分かり合えれば恐怖感なくなるかも。肉まん豚？グーテンタク？次は鼻タッチ。怖い。挨拶のハグ。やっぱり無理。あれ、肉まん豚どこに。あ、キャプテン。おお、キャプテンの頭の上に肉まん豚。待って、キャプテン。キャプテンの頭の上に乗っている肉まん豚、全く怖くない。キャプテンとセットになっていれば肉まん豚怖くない。キャプテンすごいよ。これで克服できる。キャプテンの頭の上の肉まん豚、鼻にタッチ。うん、平常心できる。すごいよ。キャプテン、早く肉まん豚頭の上に乗せて。ふう、やっぱりこれなら怖くない。キャプテンがいれば私の弱点克服できる。ねえキャプテン、お願いがあるの。そのまま頭に肉まん豚を乗せて生活してほしい。次は撫でて、いや、一緒に写真を撮ってみるよ。キャプテン、もっと近くに来て。これだけ密着しても全然平気。うん、いける。もう少し、きっと慣れてくるはず。1週間くらいする。